長かった。本当に、長かった。偉い人の長い話を、おとなしく我慢して聞いていたのも、この後に行われる、模擬戦を見るためですよ。模擬戦になると、戦車なりなんなりが走り回って砂ぼこりが、散るので、それを防ぐために、散水車が水をまいています。それにしても、一糸乱れぬ散水車の動き、自衛隊の技量の高さを、無駄に発揮しているような気がしてなりません。散水が終わると、陣地が、というより戦場が構築されていきます。長々とやってもあれなんで、現在、3倍速で編集しています。演習指令がやってきました。偉い人に挨拶して、いよいよ模擬戦の開始です。バイクに乗った偵察隊がやってきましたよ。そんなところで小銃撃ち合う暇があったら、とっとと帰って報告しろよ、とは思うのですがね。下手に撃ち合って、バイクが壊れたり、負傷したりしたら、元も子もないとは思うのですが。の模擬戦、何が起きるかを看板で知らせてくれます。強風注意。ヘリから全車部隊が降下します。レンジャーの人たちって、レンジャーだからって、基本、給料が上がったり、何か手当がついたりとかしないんですよね。レンジャー資格を取るのって、そらあ、厳しい訓練を、しなきゃならないのに、あんまり報われないよなぁ、とは思います。はーい、レンジャーの人たち、退場。
部隊がやってきましたぜー。赤い星だ。敵は赤い星の国だ。追撃してきた自衛隊があっという間に展開します。しかしですね、常々思うのですが、敵の飛行戦力に上陸されてる状況ってどんな状況なんですかね。敵飛行戦力に日本本土に上陸されるような状況って、海上自衛隊は壊滅してて、空自もケチョンケチョンにされてて、敵は思うがままに本土にやってきてるって状況でしょ。限りなく日本オワコンのような気がするんですけどね。激しい銃撃戦が続いています。敵戦車がいたあたりで大きな煙が上がったんで、きっと撃破されちゃったんでしょう。81式短距離地対空誘導弾が展開しています。その横に対戦車班が配置につきました。81式短距離地対空誘導弾が展開してみせてますね。
111式短距離地対空誘導弾が帰っていきましたということは、自衛隊側が制空権を奪取したみたいですね。これで勝ったも同然なのは良いのですが、どうやって制空権を奪取したんですかねー。負傷兵、救出のために、野戦救急車がやってきました。まあ、戦争してたら、怪我もするし、人も死ぬわなぁ。92式地雷原処理車がやってきました。いよいよ敵陣地へ突入ですね。地雷原処理用ロケット弾って、市街戦で建物を破壊するのに、とっても効率的な兵器らしいっすよ。一区画全部を一気に吹き飛ばせるんだとかー。こう、攻撃兵器のように見えなくて、でも、とってもおっかない兵器なんですよねー。7号式動画や、7号式動画が、動いてるー、突撃してるー。画面切れちゃってるけど、7号式動画強い、絶対強い。
いや、7号式動画が動くのって、絶対レアですよ。これはいいものが見れた、大感動ですよ。突撃だヘリコプターからなんから、全部突撃だー。しかし、ダンサムまで突撃する意味は、あるんですかねもし、敵部隊を駆逐できたみたいです。演習指令が訓練終了を告げにやってきました。これにて模擬戦終了。